彼は東京でも試合に出ていますし、でオリンピック年代で、大岩監督のもと、非常に今力をつけているというところで、J1 の舞台での経験、そしてこれから の, 伸びしろを、大きく期待して、招集させていただいています。まあ、今回、経験値はもちろん浅いですけど、経験ではなく、自分が試合に出るというところ、ギラギラしたものを練習の時から、見せてもらいたいなと思います。